まだ出てこないのかで。ずっと待ってんのかなジル、出てくるの。朝からああ、食べ物とか、服かなうん。ここまで。おああそうするとあれなのか。結界を抜けるのか。うーん。うーん。 けど。おお、ジル <laughs> ああ。だからこれを待ってる間、ジルくんも、また成長のあれなのか。素朴だね、随分と。うん。あえてのあれか。ああ。ああ、あえてだ。うん。 ジルからしたらね、もともとのあれが、うん。うん、ロアなあ <laughs> みんな、<laughs> 豪華になった。<laughs> うん、うん。そもそもこうやって外出れてるだけでもね、特別だもんな。頑張ってくれ。 ここで勉強してんのかなうん。うん。いや、ジル君も、なんかすごい優秀になりそうだね。優秀でいて、頭脳明晰でさらに、まあ、剣の扱いとかも一流で、みたいな、本当文武両道の男になってっていう。だから、王子が、まあ、ちょっとアリシアのことを雑に扱ったら、 もう狙っちゃうぞ俺が奪っちゃうぞくらいの、まあそういうイケメンに将来成長していくんじゃないかな。で、アリシアも、今回今、1ヶ月入ってるけど、この後どれくらい出てくるかわかんないけど、また成長して戻ってきて、また再び学園でリズとね、退治してっていう流れがどういうなるのかがすげえ楽しみ。で、俺は、ここの成長会、修行会で、 このいいから出てきたら、オープニングのラストでしてる眼帯とか、して出てきたりしないかなとかちょっと思ってんだけど、なんかレベル90に到達したことによってなんかマガンみたいなのがね、なんか使えるようになって、まあそのためになんか、あの眼帯してるとか。あれが本当気になるんだよね。あとだってこれくらいじゃない残ってるなんか変貌というか、ここのオープニングの、 だから俺ここだと思うんだよね。じゃなかったらこれ何なん,なんて感じするじゃん。ほう、一回休み。なんだこれ。あ、ジル会か。そういうことあ、ここのあれだね。パパだね。うん。え デイベルああ、ロアナに行けるってことえ帰れって言ってんのかそういうことうん。んうん。誤解ねああ、なんだよかった、まあ。そんな悪い人には見えなかったしね。お父さん。 もうあ,あうん、立場的にかなうん。うーん いや、そんで、ロアナ村の出身の少年に対して、こんなあれだよね。いや、いい人だよ。ああ。ああ、なんかジルの、おおお、お母さん。やばいね。はあ。いや、閉じ込めた。 っていうか自分からあれだったんだけどね。まあ、けど、まあ、親父さんが言っちゃったからだもんな。ああ、<laughs> これは焦るね。<laughs> 車線入っちゃってる <laughs>。ちょっとパパ、かわいそう。うん。口実だよね。 けど、それを超えようと。ううん。まあ、けど、ここでレベルアップしとくのはいいことだったんじゃないこの後。うん。まあ、けど、やってみせるだろうね。おうん。散る。なあ。 ああうんあ,あうんうん、うん、いや聖女ってかやばいからだよね あの弱さを知ってるからどうにかしてほしくて監視してほしいんだろうね。うん。魔法はいいとしても、いや、国がおかしな方向行っちゃうこんな人があれだと。しかもそれをみんな誰も止めないだろうし。 難しいね。なるほど。うん。もう。えちル <laughs> いいね。言うね。ああ<ー>。うん。 うん。だ成功例としてね。またジル君が、うんお。なんかここの友情みたいなのがなんか芽生えたね。いない間に。あいや、気になる存在。ウィル。あ、けどなんか食料の うん。なんかぶんロアな。うんうんうん。いい方向向かってんのかもね。うん、なんかこの子も元気そうでよかった。うん。よかったあ。ちゃんと見てね。 ああ、まあ、まだ。お、お、お、え、え、誰このお兄さんあれうん。あれこのネイトさんはあれかこの子のこと、実はみたいな感じかな。 うん、仲間じゃないうん。あ、あまだあれなのか、いろいろ。半信半疑の。いやいや、修行してるんすよ。彼女も頑張ってるんだよ。 あうん。おう、い,いうん。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 継続的にね、生きていけるように。 うん。甘やかさないんだよね。<laughs> うん。うん。もう光はな、刺したもんな、この村に。いやけどなんか今、どん天なのが気になるけど。お、お、<laughs> 目が <laughs>、目が逃げた。うん。 うん。うん。登場が。やっぱ近いうち解放されそうだね、ルアノ村。うん。だそうなるまでにあれだね、もっと立派な。うん。で、王子まで。うん。 ええけど、な、あんなのウィルとかさ、この王様となんかありそうだけどね。うん。うん。後回しにしてたんだ。あ、あ、あああ、なんだ、あれか。おうん。 うん。う<ー>ん <laughs> もう、そこ、そこ詳しく。<laughs> ああ。ああ。ああ、じゃあ、ここもあれでね、改善が必要だね。 うん。アリシャ。アリシャかお前も。うん。うん。しかもアリシャと一緒に望めるしね、そうなったら。うん。 消えないでしょ。<laughs> 絶対消えない。そこだけ見誤ってるよ <laughs> あ。あ、一応ね、<laughs> かっこ借りの。<laughs> もう、なんで中途半端に切れるんだよ。<laughs> え、今のは何 <laughs> キャンディーみたいだけどね、包み紙が。<laughs> うん。あ、もうそんなにんあ、出てくんのかなああ、違うか。 うん、あ修行で目とかやっちゃうのかな魔眼とかじゃなくうん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 ,うーん そうなのかなええー、でも、うん。まあ、あらゆる分野で、量がしそうだけどね。もう魔力とか置いといて。 いやそんなやばい子があの発想じゃ恐ろしすぎるねうんそうねうんやっぱ今回まだ出てこなそうだねアリシアああジル。 ああ、学校か。来てない間どうなってんだろう。<laughs> 何も言ってないのに <laughs>。周りも <laughs> え。えいやいやいや、何言ってんのもう、見当違い、甚だしいね。 あ、やばい <laughs> <laughs> もう、これ使ってかな。ぶっそう。あ、イケメン君。うん。なんか中立的ななんかポジションっぽく見えるよね。この人。うん。出どころ。うん。 うんううん、うんそういうことえっあっうん。<え> <laughs> 何を あまた難しい顔してるのね。ねえ、んそんな時こそ美味しいお茶とお菓子で気分転換が必要だと思うな。いやもうほっといてよ。リズのケーキを焼いてきた <laughs> <laughs> リズのケーキは最高だ。食べればきっとデュークも元気になる。あなたたちといる方があれだよ。疲れそうだよ。デューク様とリズ様は年になるわね。リズ様がいれば、デューク様もすぐにウィリアムズアリシアの煩わしさを忘れられるわ。 もう<私>そういうのやめてよ、見られるの。ココキを焼いたの。気に入ってもらえるといいな。悪いがけど、悪気がないから、それがまたあれだよね。困っちゃうよね、この子。リー気にすることはないよめちゃくちゃ出れたいものが欲しくなかっただけさ。<laughs> 前向きすぎる。るうちの熊井のせいだお まだ気が立っているのに、お兄ちゃんはもうつまない。とアリシアを笑れよ、えー。アルバートが謝ることじゃないわ。私がもっと頑張れば、きっとデュークに笑顔を取り戻せる。私信じてる。かわいい。リ間違いない。うん。<laughs> 何なのこの。<laughs> イエスマンの集団。リアムズワリシアのせい。そうよ、きっとそう。 いわねもう腹立つ周りがーもうー <laughs> いやこれにらむよそりゃ <laughs> あうん興味深いうんああそれうんうん、うん うん。うん。やっぱなんかおかしくないリズのなんかあるんじゃないやっぱあの子。魔法じゃないにしても。スキルっていうのか。うん。 あもうむしろ来てほしいんだ。やっぱここも二人いいね。うん。うん。いいよ、いいよ。こういう人たちがいてくれてよかったよ。OG 以外に。の<お>うん。うん。さっきのあれだよね。 みんながやっぱ好きになっちゃってとこの話だよね、今の。うーん。あこれが声の主うん。おうん。隠密的な感じなのかな ああ。うん。なんかおもろい、この子。えへへへそんなあれうん。けど言えちゃう仲なんだね。えー、今の子はけど、学園の制服着てなかったほら。え頭を使うと甘いもの。2年も経っちゃったの。<laughs> まだ出てこないのありがとう。えマジか。そ,そんなにアリシアも集中力を高めるために、マカロン食べるあんま変わってないけど。それは単にマカロンがあいつの好物なだけだろ。うん、そんなマカロンも我慢してあ、それでマカロンアリシアはいつまで続けるんだろうな。うん、アリシアが修行を始めて、なんかまだいるのか。もう2年になる。キャザーリズが卒業するまで、あと1年もない。ああ。 正直なところいや本当んとジルさん変わってないね超人的な速さで条件を達成するんじゃないかって思ってたうんだからな俺も俺もよ簡単にはいかないさまさか2年も出てこないなんて15歳になった時に学園に戻るかって父様が打診したらしいけど <laughs> うん今いいところだからって突っぱねてきたって <laughs> 逆にいいところってどこなんだか <laughs>

映んないよ、顔。ありそう。あ、うん普通に。やけど、大人に。ああ。眼帯はないのか。見違えたわ。いやー綺麗になりましたね。いや、これで、まあ、本当眼帯以外は最終段階まで来た感じじゃないビジュアル的には。 だからもうレベル90に到達したってことだよね。結界といたし。いやけど2年もかかったんだ。びっくりだわ。1年くらい出てくんのかと思ったよ。もう半年過ぎたってところらんからさ。いやけどその間にまたね、2年後とかなったけど、学校の方はあれからどうなったんだろう。なんかますますなんかさ、戻りづらいっていうか、 またここで戻ったら、ものすごい、なんか波風立っちゃうような状況になってそうな気がするんだけど、また来たのかよ、みたいな。もう結構みんな忘れてね、なんか楽しく過ごしてたのに、みたいなとこありそうだよ。まあなんかそれでも、リズはね、普通になんか戻ってきてくれて嬉しいわとかさ、あの子はなんか無邪気な笑顔とかで言いそうだけど、 けどまた王子とかと仲良くしてるところとか見て笑顔でいられないんじゃないかないやーそして直接的ななんかねまたイラつき案件とかが出てきて彼女と対峙してすっきりするような話来るんじゃないかなそれが楽しみだねあとちょっとロアナ村がこれから本当どうなっていくかだな このまた2年の間にそっちもね、なんか真剣あるかもしれないし、さっきのなんか食料自給率がね、なんか上がってる様子とかもあったしさ、それ以降王子さんも関わってるっぽいし、アリシアとデュークが手組んでね、ロアナに力入れ始めたらすごいことになりそうじゃん。 このリズの方の話見ていくのも楽しいけど、そのロアナ村の発展みたいなのを見ていくのも面白いね。まあ、ただロアナ村の方は本当、ウィルが気になるところだけど。はい、というわけで今回のミスに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録、まだなかったらね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでみてください。以上、動画を2つお送りしました。バイ。